登場人物の全員がまず怪しい。まさかこの人が。15年前の失踪事件が取り返しがつかんことしたの覚えてらんのか。現代の事件へとつながっていく。リオとユウを守る。あんたどうやね。リオ、リオってこんなんだっけ。もっと調べますか。潰すまでやりますよ。それじゃあまた。後頭部に挫創。2時間かかるって話です。これで終わりじゃありませんよ。署で話を聞かせてもらえますか。真田梨央です。忘れた頃にやってくる逃げ切れない嘘というか秘密というか、それがまた常にここに来ちゃったっていう恐怖感。救急車お願いします。殺された。ごめんな。なんでこんなことしたんやさ。真田ウェルネスについての関係者。気になる遺留品が出たんです。英雄から目を離したで。関係を詳しく調べてください。知られたくないことはある。すごくこうヒリヒリする。すべての真実を知る者は誰だ。今までにない吉高由里子を見せてくれっていう。最愛10月15日スタート。